いらっしゃってます。あ、お待たせしております。あ、体験ということでよろしいですね。体験は初めてですか？ポジトレーニングは初めてということで、そしたらですね、いろいろ説明させていただけないといけないんですけれども、 SPO ってご存知ですか？まあ、知らないということで、そしたらですね、喋るの遅いのでちょっとテロップ出しておきます。 SPO2 とは経皮的動脈血酸素飽和度といい、すごく簡単に言うと体の中の酸素の量です。この SPO2 の数字を管理することで体の酸欠状態を確認することができます。今現在蔓延している新型肺炎にかかった場合でも、この SPO2 が大きく下がるため非常に注意が必要です。SPO2 は簡単に5秒ほどで測ることができます。病院で働いている方が患者様に健康チェックで使用するパルスオキシメーターという機械を使用します。高地トレーニングは極度の酸欠状態を作っていくため、このパルスオキシメーターでの健康チェックは非常に重要になります。